今日も闘技場で六沢の占いやっていきましょう。現在5勝0敗という絶好調ですが、さあどうなるんでしょうか。さあ相手はもうアリーナとアグロ系が多いからな、気をつけないといけない。序盤の盤面取りが全てだな。1、2、悪くない。さあ問題はこれだね。コメントでテンション上げろっていう人がいるんですけどね。これ私のターンですね。1段目はね、どうかと思うんだよね。先行1段目は、こう、1位が置けるなら置いた方がいいと思うんだよね、テンション上げるよ。特に、やれることはやってない。相手がテリーの時はね、先にめんどくさいやつ置かれて盤面取られると、すごい大変だから。でも、このスタミナの種のおかげで、一応なんとかなるからね。おっと、やれることはやってみましたな。このヒッポキングがまた役に立つという。闘魂打ちがなければこっちが有利。とっておきをお見せしましょう。まあこれでいいでしょう。やっつけてもよかったというな。やれることはやってしまいましたな。えいってこうずらされるのはやっぱ めんどくさいからな。これやれないんじゃないかな。しかもテンション上げると相手はめんどくさいことになるでしょ。よろしくね。そういう方向できたか。うまいね、これは。お手に任せて。痛み分けとかなんか出れば。さて何が来るかな。さあこうされるのは見えてるが、テンション上げた方がいいかユニット出した方がいいかってとこだね。まずこれを倒して、こう倒してだ。まあそうだな。いやー、いい盤面の取り合いだ。なかなかいい勝負をしている。テンション上げて、ああ、そっちできたか。うまいな。いやー、武器があるとは想定外だな。私のターンですね。うまいね、向こうもなかなか。しかしこっちも。準備 OK です。よいしょっと。はっ。私のターンね。お互い、すごい盤面の取り合い、競り合いをしている感じ。で、1点ダメージが出るとめんどくさい。私の技始まらせてあげる。仁王立ち、レッドプレデター、レッドプレデター生かすためにもちょっと回した方がいいか。はあ、1点ダメージは出なかった。もう1枚なんか持ってるはず。ああ、出なかった。つまりノック。これ殴った方が相手は有利だね。お手に任せて。素晴らしいね、この盤面で。はあ、さて、とっておきのお宝を。素晴らしい。これは全部投入でいいんじゃないかなと思う。掘り出し物ですよ。もう全投入だ。ほりゃほりゃ
回殴った方がいいかな。これは36のやつが1コストの11が2になるのはちょっともったいないからな。さあどうだ、どうする。気合い入れてくよ。あー、うまいね。これはうまいな。オルゴこれはうまいね。見事にやられたとは言えるね。しかしこっちも、倒してもあんまりメリットがあるかないか。5の3号が出てくるだろう。2回攻撃やられるよりはまだ。7は8になったら強くないか。残るっていうのは厄介だが、さあこれをどうする。こいつはコストいくつなんだ。3か。でもやっつけるしかないだろうな。これあっちは自分で殴ってるから16まで減っている。どうする。あー、アルミラージ。うめえな。え？こっちに当てた方がよかったんじゃない？もう一個持ってるってこと？召喚。あー、なるほど。なるほどね。お手に任せて。さあ、どうするかっていう勝負だね。3号が出てくるとちょっと厄介だか。まあ、殴り殺すしかないよな、これ。3号が出てきたときにひっくり返されるとめんどくさいっていうことか。あ、自分、こっちで殴ればよかった。バカだな。いきますぞ。なんでそっちで殴ってんだ。一点差で負けるかもしれないからな、これ。私のターンね。二回攻撃のやつをやっつけられればまだなんとかなるだろう。これ後ろに戻されるのが一番困る。味わわせてあげる。倒せば、とっておきをお見せしましょう。倒せば割と悪くない。そうだね。あなたの進化を見せてください。変なやつ出すと殺されるだけだから。3点とあれを食らうから。はあ、ストが2高いランダムで見ても変身させる。8が10。1が3。1を3にするのいいかもしれないな。あなたの進化を見せてください、うん、まあまあだ。思いっきりいくわよ。
第4形態が一番辛いな、これ。うめえな。よろしくね。これが倒せないのは辛いな。いや、いい勝負だ。むしろワンドローしたいぐらいの勢いだな、これ。レッドプレデター。あ、メタルボディ。どうするかね、これ。難しいなぁ、これ。飛翔剣2発が強かったな。あとは手札に戻されるっていうのは辛かった。これ一回待ってもよかったかもしれないけど、ちょっとこの6-3が辛い。また前にユニット置かれると困るか。あ、やっぱりそうだよね。覚悟しなさい。うまい。トルネコ殿とて容赦せん。すげえレジェンド祭りだな、これ。バイキルト。これは誰を倒すか難しい。レッドプレデターが出ない限りはちょっと辛いな。お見せしましょう。メガボークじゃちょっとね、この盤面抑えきれない。テンション上げて。こいつもまた強くなっちゃうかな。まず、1、2、3、9、10点、11か。どっちか倒さないと、やばいしね。これは苦しいな。回すしかない。さて、とっておきのお宝を。弱いな。これも強いしな。ほんと困るんだよな。まあでも倒すしかない。掘り出し物ですよ。おい。こっちを倒すしかない。レッドプレデーター、レッドプレデーターお願いしますよ。頼みます。6789。ネットプレデターか63ヌ。私の技味わわせてあげる。いやー強いなー、これ今強い。ブライが強いなー。ブライとこの武器が強い。でも盤面10点。なんか置かれたら終わりだしな。キングレオとか、キングレオ今いないのか。なるほど、死ぬ方を取った。死んで、第二形態を飛翔剣強いな。何枚持ってんだよ。決めるわ。で第四形態を出すと、さてと、手に任せて。土嵐弱えな。弱いが、まあまだまだレッドプレデターが出る可能性ありますよ。3、4、5、6、7、まだ耐えてる。私のターンね。割とでも特技しかなさそうな感じではある。まだまだ、まだ1、2、3、4、5、6、7、8、9。ミノン、クソだな。ここでミノンかい。ちょっと、ロクサーヌとか、レッドプレデターがとか、仁王立ちまだあるでしょう。クソ、強かったな、アリーナ。
私の技味わわせてあげる。よろしくね。いやー強い、これは久しぶりに強いオルゴデミラを見た。これももう無理だ。バランスがいいね、コスト少なくて強いやつとオルゴデミラのコスト高くて強いやつ、完璧だな。これはちょっと痛み分けがない限りどうにもならない。強い、参りました。でも痛み分けをちょっと意識してあんまり盤面置かなかったんだなっていう感じだったね。相手ロクサーヌが出なかったんで、もう一度いや、弱体化したけどオルゴデミラ強いな。魔族を闘技場で出されたらちょっとやってらんないって感じだね。ああ、先行の場合は1のユニットを出さないときつい。そのまま終わるっていう可能性があるかな。お手に任せて。ノンスタートでもいいな、これ。何にするか。相手がピサロナイト出したとき、仁王立ちがギリギリ生き残ってくれると。なかなか素晴らしい。我が血族。さっきのミノーンとは違って優秀だ。武器を見せしましょう。毒とか出されるとめんどくせえな。ああ、イノブタマンという手も最高だね。攻撃プラス3。ああ、これは最高だね。こっちの HP も上がる。おー、いいね。なんていう完璧なムーブなんだ、これは。おっと、やれることは私のターン。信じられない。まあ、メラゴか毒イモムシが来るでしょうか。そうだよね。なんか無視して良さそうな感じだな、これ。お手に任せて。向こうから当たりに来てくれ。あー、これはこっちだしょ。テンション上げろって言われるんだけど、ついこういうの出したくなっちゃうんですよね。ピサロってこのね、お化けネズミが一生取れないってことが結構ありえるんで。で、次ロクサーヌ、ロクサーヌここで守り、すべてを無に。そうだよね、そうだよね、これが倒せなくて見事だ。絶対取れないってことがあるんだよね。貴様の勝利だ。そう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 、ピサロはね、後ろに置いたあのお化けネズミが取れないんですよね。取れないと終わりっていう。はい、ロクサーヌ出たのにロクサーヌ裏にできなかったから、もう一度手札にあるロクサーヌが見れたんで、まだ良しとしよう。マッチング長いな。大体同じような勝率の人と当たるっていう感じらしいんでね、6勝の人を探すのに手間取ってるのかもしれない。スロバン裁きをお目にかけましょう。承認対決。わっとっと、まあ、こういう時はテンション上げた方がいいだろうな。ここいいね。まずテンション上げでいいと思うが、レッドプレデター嬉しい。
うん、スタミナもいいね。とっておきをお見せしましょう。テンション上げた方が、レッドプレデターの、なんか出してきたらこっちも出した方がいいような気もした。これだとちょっと弱いな。殴ってくれた方が嬉しいかな。はぁ、こいつはかなり、後方有利だね。ゴミ、ゴミ、ゴミ。ゴミ任せて。ルイーダ。こりゃまずい。今日は酒場はお休みね。飛び道具僕ないんだよね。それでさらに殴らないっていう。冒険者さん。頭いいな。私のターンですね。もう3点をあえて残しておくっていうところが天才だよな。おい。おい。さあどうだ、両方倒せるぞ。とっておきをお見せしましょう。相手に飛び道具がなければ両方倒せるが、はあ、準備を。ああ武器持ってんだ、きつい。これはきつい。冒険者さん。しかしこれで3体出したらどうだ。私のターンですね。いやー、狙いが外れた。これちょっと残しておこうかな。とっておきを。冒険者3枚手に入ったことになる。ひどいなこれは。さあどうしてくる。一応この貫通でなんとかできるとは思うんだよね。守ったとしても、冒険者を出す。は？冒険者さん出しすぎでしょう。冒険者さん。私のターンですね。まあこれはこっちでやっつけた方がいいかな。準備 OK ですぞ。行きますぞ。えい。回復させよう。私の力だけだとおりゃ、これが限界みたいね。とっておきをお見せしましょう。テンション上げないとレッドプレデターが活躍しない。はあ、いやーでもまだ冒険者3枚手に入れてそれを見せてないからな。見せてないからな。あれが来そう、シルビア来そう。アロードック強え。この盤面でアロードックはちょっと強いな。おい。大丈夫、いなくなったりしないさ。めんどくさは。おりゃ。なんかないんか、なんかないか。いやー無理だ無理だこれ。もう手に任せて。いやードラムとか言ってる場合じゃないよ。この殴られて終わるし、こいつ。あーでも一応、殴られて終わるかこれ。どうなるんかなこれ。テンション上げた方がいいのか。いやーこれでちょっと守りたい。いやー弱いな。弱いけど仕方ないよな。キーファを殺すために
いや、これだと普通に殴られてキーファーが残って終わるか。まあ、ちょっとこっちにしとこうか。これ殴っても意味ないな。おい、とっておきをお見せしましょう。いやー、きつい。盤面が取れないのがきつい。この武器が強かったよな。チュイーンをまたこいつに使ってみたいなことができるからな。わあ、お化けネズミ、これが倒せないんですよ。非常にまずいね、これは。いやー、すげえ完璧に強いムーブだ、これは。手に任せて。叩いたところでって感じだな。ああ、ケダモン最高。いやー、今ケダモンしかないだろうってところだよ。掘り出し物ですよ。いやー、完璧だ。受け取ったものは返さないとな。そんな顔するなよ。行きますぞ。俺だって辛いんだぜ。素晴らしい。ケダモンしかなかった。解決する手段が。私のターンですね。いい勝負だ。エステラ。私は必ず。そんなに強くはない。救います。手に任せて。みたいが強いな。かまどルーパーを出すしかない、この悲しさ。ホットプレッツはそこそこ強いから、まあよしとするか、できないという感じだな、これ。うん、でも、うわー、マッスルだ。うわー、6しか出ねえ。だから種を使えというね。おい、6しか出なかったら、6しか出なかったらこいつが倒せん。マッスルータンが倒せないと、きついね、きついね。ダンブラミーチョ。6しか出ない。これしか倒せない。残念。厳しい、厳しい。テンション上げられて、こいつでこれを倒されて、こっちが残るときつい。もう一匹います。もう一匹レッドプレデター入ってたはず。お願いします。さて、とっておきのお宝を。掘り出し物ですよ。掘り出し物ですよ。強えなぁ。強掘り出し物ですよ。もう一匹レッドプレデター、レッドプレデターもう一匹お願いします。私のターンですね。お願いします。しかし9点守りきれるんか、これ。はあ、全部投入するしかないよね、これ。投入を投入。9点食らうからな。しかし掘り出し物です。 MP が足りませんな。おい、運を手に任せて。ギリギリ守っているが、虫の息と。相手が、おお、強い。またエステラかい。あ、そうか、
そうかそうか、あれか、ルイーダで出てきたハズレ冒険者か。ルイーダで出てきたハズレ冒険者ね。モテンション上げると、さてさて、あー、それは強い。今宝箱で引いてきたんだな、これ。私のターンですね。え、殴ったら、あー、レッドプレデター、奇跡のレッドプレデター。こいつを叩けば残る可能性はあるか。こう叩く8、あー無理か。くっそー、ちょっと遅かったな。掘り出し物ですよ。5678。なんですと。攻撃力はあるんだけど、HP が増えてほしいんだよ、HP が。いやー、悔しい。レッドプレデター出たのはいいんだが。これまでのようです。悔しい。お見事です。私の乾杯ですな。まあほぼ負けだったのに、もうまあ盛り返した方だなみたいな感じでした。あ、クソ、6勝2敗か。ということで、次回はまた明日。今日エステラ占いやったか。